マには音楽がある。音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー。ドラマってムジカ。今日はこれまでの作品の中から星空とドライブの物語をお送りします。ぜひお楽しみください。今日も結構風があるわね。そうだね、寒そうだ。冬って空気が澄んでるから星も綺麗なんだよね。なんで冬って空気が澄んでるんだろう。気温が低いからさ、大気中の水蒸気が少ないんだって。そうすると光の屈折とか反射が減るでしょ。おー、そっか、それでなんだ。納得。さすが物知りだね。まあ中学の時の理科の先生の受け売りだけどね。そんな昔のことを覚えてるっていうのがすごいよ。知識なんてただの記憶力だから。うん。あ、ねえ、ちょっとドライブに行かない？今から？そうよ。深夜のドライブ。いいね。星でも見に行こうか。行こう。じゃあ山の方だね。ううん、海よ。海？真夜中の海に行きたい、私。寒いぞ。いいの。そして私たちは真夜中の海を目指して部屋を飛び出した。星空を見たくて。運転席に座る彼の横顔をインパネの鈍い光が照らしている。何？あ、ごめん、横顔に見とれてた。おいおい、やめてくれよ。照れる？照れる。そうか。なんだよそれ。でもさ、星を見るなら山じゃないの？これが海なんだな。なんで？それはついてからのお楽しみ。ふーん、まあこの辺りでも十分星が綺麗だけどね。うん。あれ、雲。やめてよ。本当だ、星が隠れちゃうな。どうしたの？雲を吹き飛ばしてるの。はあ、そういうことか。もうすぐ海というところでフロントガラス越しに見えていた星が雲に隠れ始めた。彼は車の少ない長い直線でスピードを上げた。次のカーブを曲がったら海が見えるはずだ。さあ、いよいよ海が開けるよ。いけー。ほーら、来た。じゃーん。って、真っ暗で全然わかんない。そりゃそうだ、水平線も見えやしないね。ただの暗闇。そして星は雲に隠れちゃった。彼は砂浜に近い駐車場に車を止めた。一緒に砂浜まで降り、波打ち際まで歩いた。頼りは灯台の明かりだけ。回るライトが光と闇を交互に私たちに投げかけてくれる。夜の海って怖いね。真っ暗だ。吸い込まれそう。そして寒い。その時、風が遠くへ雲を運んだ。あ、雲が消えた。おお、すごい。でしょ。これのことか。海のプラネタリウム。そう、これが見たかったの。星空が映る海。